株式会社長良川交通公園は、岐阜県岐阜市に所在するレジャー施設運営会社。岐阜市内で映画館を経営する、岐阜土地工業の100%子会社である。設立は1959年。高度経済成長前期の1959年、岐阜市日野西の長良川沿いに遊びながら交通ルールを学べる、レジャー施設を開業。社名はこれに由来する。 1967年、同施設を屋外流水プール兼スケートリンクへ全面改修。構造設計は坂田義郎で鉄筋コンクリート作りの地上を2階建てだった。ジャンボ滑り台を備えたプールはマンモスプールと呼ばれ、1970年代当時人気を博していたパンダの滑り台を設置した。東海地方で放映されていたテレビ CM では、 滑り台からの水しぶきがテレビ画面からお茶の間に飛び込んでくるという派手な演出を行っていた。当期は水路上にリンクを設置してマンモスリンクとして屋外スケート場として使用されていた。他にも周回タイプのゴーカーとビックリハウス等が施設内に併設されていた。平成初期にプール兼スケート場は閉鎖され、1991年よりゴルフ練習場として 段階的に改装されて現在に至っている。また1972年よりボーリング場、公園ボールが隣接されていたが耐震強度の問題により2017年3月をもって閉鎖された。これにより営業継続するのはゴルフ練習場のみとなった。岐阜市内及び西農地区にマンモスという名称でホームセンターを経営していた。 1990年代後半には、岐阜市内に、日野店、県庁前店、ホレスタマンモスの3店舗、大垣市内に、大垣店、性能店の2店舗のほか、糸抜町、神戸町にも、各1店舗出店していたものの全時規模を縮小、2005年に、同業種のバローへ事業を譲渡した。現在は、ホレスタマンモスが、ホームセンターバローの正木店として残っている。 長良川交通公園、坂田義郎建築店特設ウェブサイト、2013年8月4日閲覧、店舗譲り受けに関するお知らせ、ニュースリリース、株式会社バロー、2013年8月4日閲覧、ありがとうございます。